ございます。カモンマテリアル、マテリアルのカルロです。マテリアルのアリミです。カムニヒュラです。よろしくお願いします。この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル、マテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でだよだいぶアレンジ入りました。滑舌悪いな今週も、はいはい。ということで、はい、今日はですね、5月20日です、はい。になりました。もう後半来ましたね、うん、はい。ということなんですが、はい、20日はどんな日なんでしょうか。はい、この日は、はい、本日5月20日は水なすの日です。はい、大阪府大阪市に本部を置き、漬物の生産や物流業者などで構成される大阪府漬物事業協同組合が制定いたしました、はい。日付は、この頃です。5月20日頃から夏に向けて水なすが美味しくなることから、はい、水なすの美味しさをもっと多くの人に知ってもらうことが目的で作られました、はい、ということです、はいはい。いやいや、水なすうまいですね。水なす漬物とかね、はい、はい、めちゃめちゃうまいですね。もうあの、何やったら水なすほんまあの生で洗ってピャッて切って、うん、そのまま食べても美味しいもんね、うん、めちゃめちゃうまい、うん、大好きです、うん、はい、はい、ですね、はい、はい。そして、はい、もう一つ、電気自動車の日です、うん、はい。東京、あ、京都市に南部、うん、南部じゃねえ、南区南区だ京都市、うん、南区に本社を置く、はい、自動車オートバイ用電池、はい、電源システムなど、はい、電気、機器事業を世界規模で、開発する株式会社、はい、GS 湯浅コーポレーションですね、はいはい、GS 湯浅ですね、はいはい。1917年大正6年に同社の前身である日本電池株式会社が、はい、創業されて、はい、創業者の一人である2代目、島津源三が、はい、アメリカから電気自動車デトロイト号を輸入しました、はい、そのデトロイト号を約90年ぶりに復活させた2009年に、の5月20日を記念したもので、はい、5月20日に復活させたんですね、はい。元祖エコカーとも言うべき、ね、はい、ですよね。電気自動車デトロイト号の復活は電気自動車用電池を開発する同社の企業シンボル的存在でした。なるほど ね、はい、これね、うん、まあ、実は知られてないんですけど、うん、僕も初めて知ってびっくりしたんですけど、うん、GS 湯浅って言うじゃないですか、うん、なんで GS かっていう話があって、うん、今出てたでしょ、創業者、うん、ね、創業者のもう一つ言えば、島津源三さん、今2代目って言ってたんです、初代お父さんなんですけど、うん、お父さんは実は島津製作所を作ってるんですよ、うん、で島津製作所の中の電池部門を、うんうん、独立させたのが日本電池なんですよ、うん、でそれがその2代目の源三さんがやらはって、うん、GS でしょ、源三島津、うん、源三島津、うんうん、の GS 湯浅、うん、なんかもっとね、かっこいい、うん、なんかねゼネラルなんたらとかね、そう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 、うん、カタカナなのかなと思った、思ってたよね、うん、俺も思ってた源三島津イニシャル書いてすごいな、だそうでございますね、はいはい。まあまあこれからのね、うん、時代ね、やっぱ電池でね、はい、動く電気自動車が、うん、これから主流になっていくかもしれませんので、はい、はい、この記念日ってすごいことかもしれないですね。はい、はい、以上です。はい、はい、はい、ということで、今日の、この日、何の日は終わりまして、はい、もう一回する今日のですね、このプレゼンありかなしかはなんですけども、はい、私も映画監督のインタビュー、させていただきました、うん、映画タスカーというね、タスカ ー、 スカー、多分ね、普通に見たら読めない、読めません。なぜならロシア語だからです。あ、うん、ロシア映画？そうそう、いやいや、ロシア映画じゃないです。日本人監督ですよ。日本人監督なんですけど、鎌田義孝監督というね、うん、監督が、撮られた作品なんですけども、うん、まあ、内容はちょっと見てもらってね、話してもらうといいと思うんですけど、うん、実はですね、前回、紹介した
J005311 っていう作品ありましたよね、うんうん、この作品もあの生きづらさを抱えた若者2人が出会うことによって、まあ、おそらく死のうとしてたんじゃないかっていう若者とその、なんか生きづらくてあのいろんなことやっちゃってる人が出会うことによってちょっとプラスになるんじゃないかなっていうラストの終わり方になるっていうお話になってるんですけど、タンスカーはですね、うん、同じように生きづらさを抱えた3人の、人間が出てきて、うん、で一人死にたいって言ってる人がいて、うん、でさてこうどうなるかなっていうお話なんですけど、舞台が北海道なんですよ。うん、でなぜタンスカーなのかっていうのはまあちょっと見ていただいてというところではあるので、うん、はい、まずは予告編と、またインタビューをご覧いただければと思います。今回のインタビューですね、最後に爆笑が待ってますので、ぜひ、楽しみにご覧いただきたいと思います。それではこのプレゼンありがとうございました。スタート。ちょっとすいません、話聞いてもらえませんか。おじさんちょっと いい仕事あるんですけど。生きる意味が分からなくて。生きる意味分かるやつなんておるんだべか。無理強いしたらパワハラだもんね。じゃあ妊娠させてくれますか。妊娠中は生理ないんで。どうすればいいですか。いくつか相談窓口があります。娘に金を残したいんだ。あなたならできるかもしれない。ナマコだったらキロ10万で買ってやるよ。人騙して怒られて親孝行も何もできないうちにこんなところで死にたくねえよ。殺してくれないか俺は。はい、ということで今日は映画タスカの監督でいらっしゃいます鎌田義孝監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずですねこの作品、どういう作品なのか監督からご説明いただいてよろしいでしょうか。簡単なストーリー説明させていただきますと、まず死にたい男庄司っていう、男がいまして、まあ、ある理由があってあの自分を殺してくれる人を探してますっていうところから物語始まります。まあ、物語は北海道の一番東側の、はい、もうすぐそこにロシアが見えるような、うん、あの根室という町があるんですけど、はい、そこの根室が舞台になってまして、はい、その庄司とかは根室でロシア人相手に中古電気屋さんをやってるような男なんですけども、それでなんかうまくいかなくなり他いろいろ理由があるんですが、自分を殺してくれる人を探してますと、はい、でサキっていうあのもともとミュージシャンをあの志してた女性が、まあ、北海道に帰ってきてまして、そのサキと出会い、はい、もう一人あのユキトっていう廃品回収をやってる、かつあの灯油をパクってそのパクった灯油を売って暮らして、まあ、生きてるっていう男の子と出会いまして、はい、この二人があの庄司の思いを遂げるためにパンを殺してあげるのか踏みとどまるのか、さてどうなるんでしょうかみたいなお話ですね。はい、そうですね、私も見させていただきまして、前編ですね割と暗い感じの内容で進んでいくんですけど、不思議と間に起こるいろんな出来事があって それによってこう気持ちがあの動かされていくっていうのがものすごく面白い体験だったなというふうに思わせてもらったんですけど、この作品はですね、まずどういう経緯で作ることになったというか。私もたまにしか映画撮ってないんですけども前回の劇場公開作品が夢のって映画なんですけども、はい、それがあの一家惨殺事件を起こしてしまう青年の話だったんです、はい、でそれをまあ完成させた1年後ぐらいですかね、うん、に逆ベクトルというわけじゃないんですけども、うん、漠然とですが死にたくなってしまった、まあ、死にたい男側の話をやりたいなっていうふうにちょっと思ってしまいまして、まあ、かつまた北海道の根室というか魔法つく側というか、はい、東派側で撮りたいなっていうこともあってですね、井筒紀州さんっていう、まあ、脚本家であり、はい、まあ、監督でもある方と一緒に、まあ、品藩とかをで、まあ、1週間ぐらいいろいろ話しながらやってたんですけども、はい、その中で、まあ、井筒さんの方から、まあ、嘱託殺人事件
ていう、まあ、ものがあってですね、要はだから自分で死にたいっていう、うん、自分で死にたい場合は自殺ですよね、はい、他者に自分じゃない誰かに殺してくれたり、うん、死なせてくれっていうようなことを頼むというのは嘱託殺人なんです、はい、あのその事件をベースにあのシナリオを膨らませていったっていうことです。はい、はい、ということですよね。苦しい生活というか生活描写がすごい多いんですよね。あ、そうですね。前半結局3人の生活描写が淡々と描かれていくというか、あ、前半なんとか皆さん持ち込まれて見ていただきたいと思うんですけど前半長いよっていう意見もいっぱいあるんですけど、いやいや、でもね、僕は見て思ったのは ある意味その現代を反映してるよなっていうふうには、はい、思いましたんで、そのうまくいってない人たちがそこにいるんだっていうところがすごく描かれていて、ある意味現代的な作品だなって僕は思ったんですけど、その中でそのだんだんそのそれぞれの理由っていうのが見えてくるというか、だからそこが描かれてないとそれぞれの理由が分かんないので、この3人が出会った時に何かが起こるっていうのは、あの前半があるからこそものすごく納得できるんですよね。いやー、よかった、ありがとうございますなので、あの、まあ、いろんなこと言う人いると思うんですけど、僕は、僕の周りの監督は本当電話投げよう話とか社会的な背景を入れろとか、あ、ですよね、いろんなことね。中でもですね、僕ね注目したいのがですね、やっぱりこの作品の中でなかなか大変だったんだろうなと思うのが、車突っ込むシーンがあると思うんですよね。あ、海に車がバーンと海の中に落ちていって、で事故に見せかけて死のう殺そうっていう、シーンがあると思うんですけど、あれがですねなかなか大変じゃないですか。車沈む沈まないもあるし、役者さんどのタイミングで入れるとか入れないとかいろいろあると思うんですけど、その辺かなり苦労されたんじゃないかなと思うんですけども、今回は、まあ、北海道で前編撮ってるんですよね。で、予算のくせにまたフィルム撮りで撮りたいって私が言って、はいはいはい、16ミリフィルム撮影なんです、はい、で、あと、まあ車のその今ドボンと落ちるシーンと、はい、まあ、これ結構大変だなっていうことになりまして、はい、プロデューサー何人かに相談しましたが、はい、やっぱりまあ普通のプロデューサーっていうか皆さん当たり前に北海道行くのやめるか、はい、あの車落とすのやめるか、はい、千葉で撮ればいいんじゃないかとかいろんな意見あったんですけども、はい、それで、あの、まあ、ある時あの村岡慎一郎っていうプロデューサーと出会いまして、はい、周りがし、まあ、いろいろしのごの言うプロデューサーは、しのごのと言うと怒られますね。あの、あたり、プロフェッショナルのプロデューサーさんはわかるけど、はい、まあ、ちょっと俺はなんか、はい、あえてやってみたいというか、もう参加したいという人が現れまして、そこから、あの、はい、であの車をもうドボンって落ちるのをやるし、はい、かつ16人ももうやりましょうみたいなことを言ってくる人が現れまして、そこからことが進むという話で。はい。はい、車に関してですよね、はい、でまずあの海上保安庁さんという人が、まあ、昔は西部警察だとか、はい、椎高さんのヌードの夜とかあったから、はい、まあ、逆にじゃないけど、はい、バンバン海に、ね、あの車を落としたりしてたことがあると思うんですけど、はい、今、はい、環境の問題とかいろいろありますから、はい、油を一滴も飛ばさないでやれる方法あるのかとか、ね、いろいろいろ突っ込まれたはい、そんなのねえよっていう話なんですけど、そうなってくるとね、あの市としてはっていうか地元としてはやりましょうってみんな言うんだけど、海上保安庁できないみたいな感じで、うん、大体ストップしちゃったんですけど、はい、まあ、唯一室蘭っていうところ あの市役所とか頑張ってくれて、はい、海上保安庁さんと何回も掛け合ってくれて、なんとかあの保安庁の OK も出てやるってことになったんですけども、要するに車に役者さんが、まあ台本上ですよ、乗って、はい、込むっていうシーンなんで、まさかワンカットで撮ってるわけじゃないので、あれもいや、もちろんそうですよね、もちろんそうですね、カット終わってあの、まあ、4カットぐらいに分けて撮ってるんですけど、はいはい、ワイヤーもだから釣り上げるのも、例えば東京だと撮影慣れたワイヤー屋さんとかクレーン屋さんとかで、はい、みんな地元の人なん で、うん、ダイバーさんとかも、まあ、うん、危ないから役者さんがパニックになったらすぐ助けに行くっていうダイバーさんとか、はい、東京だったらね、テレビさんでしたっけ、海猿、はい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 、プロフェッショナルチームっているので、はい、割とみんなパッと集まってくれるんですけど、はい、北海道いないのでダイバーさんも例えば普段はナマコ取ってますよとか、事故があった時の上の人たちじゃない人たち、うんうん、うまく協力してもらって、はい、なんとかやったっていうところですかね、はい、で、はい、あとはだから事務所さんたちも、まあ、ものすごい心配なので、うん、まあ、東京で一回そのドボンって飛び込む練習みたいなのは、はい、自分も一緒にやりましたっていうか、ね、やって、はい、事務所側もで、はい、なんとかできました。
なんとそのね、あの飛び込む役をなんと監督自ら買って出てやられたっていう。あ、練習の時ですね。はい、今だからパワハラ問題とかも横行してるんで、監督飛び込ませるとかなるとわさわさするし、まあ僕が飛び込んで、まあ、はい、ちょっと頑張ってますからっていうことで、なんとかしてもらったってことですね。はい、そうですね。もうだからそういうそのまあ裏側がね、あの実はすごい大変だったシーンなんですけど、あのシーンが転換点、この作品の転換点になってるっていうふうに思うんですよね。あのシーンに行くまでの童貞というか過程もすごい大切なんですけど、あれがあってあのあと主人公の気持ちがちょっと変わるというか、あの流れがちょっと変わったところでいろんなことが起こってくるみたいなところがあるので、僕はあのシーンすごく重要なシーンだと思うんですよね。その重要なシーンっていうのがものすごくやっぱり苦労して撮られたんだっていうのがよく分かったので。そうですね、まあ反対派が多かったですねいやだからその反対を押してでも取り切ったっていう、僕は監督の男気というかですね、そうやりたいっていう監督の思いがあるから、みんなその協力してくれるっていうことがあると思うんで。そうですね。もしその何ていうんですか、気持ちが簡単に折れる監督だったらこの話はないわけじゃないですか。ね、さすがに眠れない時期とかありますね。ありましたよ。いや、そうだと思います。一発で車失敗したらどうしよう。カメラ回ったらどうしようとかです。まあ、だから僕いろんな意味で僕この作品って、監督ご自身はそこまで思ってたかどうか分かんないんですけど、撮る立場の人間からすると相当な覚悟がないとこの作品撮れないよなってものすごく思って。言いました。それではですね、最後にですね、監督から一言、ご覧になっていらっしゃる方に、メッセージをお願いいたします。すみません、なんか俺今日自分の顔見たらあのビッグダディみたいだなと思ったんです僕はちょっとイケてない風貌なんですけどいえいえ、まあ、映画の中の、まあ、風景とか音楽もいいんですけど、もう僕風景が素晴らしかったねって言われてもあんまり嬉しくないし、まあ、斉藤猫さんの音楽素晴らしいけどそれ良かったねって言われても全く嬉しくないのでとにかくあの役者さん3人この微妙な感じ の, あの心情表現というか、まあ、ただずまいというか、はい、なんとか受け止めてほしいなと思うのと、あとワンシーンしか出てこない役者さんいっぱい重要なところが、はい、あ、自分は北海道で普段役者さんやってないような方も、いい味出してるシーンがいっぱいで、はい、あ、ぜひ劇場で関西地区の皆さん見ていただければと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、映画タスカーの鎌田義隆監督にインタビューさせていただきましたありがとうございました。ありがとうございます。はい、終わりました。はい、ビッグダディという、ビッグダディ、はい、ビッグダディ鎌田これからのマテリアルではビッグダディ鎌田と言わせていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、タスカの、鎌田監督のインタビューだったんですけども、どうでした、はい、その車が落ちるとか、そう、あのちょっとあの予告編でねちらっと出てきた、あの出てきたのもなんかちっちゃい車がバーンと落ちてるみたいに見えるんですけど、あの本編で出てくるのはもうちょっとあの大きい写しで出てきて結構大変な撮影やったなっていうのは、まあ見たら瞬間にわかるんですけど、あれがねやっぱりね、やっぱ今の時代ですよね。昔だったら間違いなくあの助監督がちょっと飛び込んで確認しようみたいな話だったのが、今やそれをやるとパワハラになるからっていうんであの裏話が自分で飛び込んだっていうもう覚悟の賜物というか、というかまずフィルムでっていうところがねすごいんですよ。だからフィルムで撮るっていうのはそのね、そのフィルムの風合いで見せたいというところなんでしょうけれども、やっぱリスクがすごい大きいじゃないですか。高いし、はい、でそんなにね、あの撮り直しって言ってもあの現像しないと分かんないわけですから、まあ、もちろんそのプロのカメラマンが撮ってる以上はね、ちゃんとした絵になってるんだろうとは思いつつも、あの不確定要素はすごいたくさんあるものなので、なかなか大変だと思うんですよね、うん、でしかも車をドボンっていうのがすごいハードル高い上に、北海道で撮影っていうので役者どうするみたいな話があるんですから、はい、そらプロデューサーみんな嫌がるよねみたいなまあそこをいやそれでも撮るんだということで、僕はもうやっぱ覚悟だなって思いましたし、はい、なんかひょうひょうとしていろいろね面白いことを言わはるんですけど、実はあのなかなか覚悟のある
監督なんだなっていうふうに思いましたね、うん、はい、でちなみに僕はあの東京行ったら、鎌田監督の部屋に泊めてもらうと約束しましたので、東京では宿代がタダになりますはい、ということで、はい、まあ立つかね、どうかというところで、このプレゼンありかなしか判定、ニュルと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 ね、はい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 、あるです、はいはい、まあまあまあ、面白い作品かなと思います。あのね、なんでね、監督がね、あのちょっと途中でこう、いやいや、まあ、あのいろんな意見があってどうのこうのみたいな話になってるんですけど、あのお知り合いの監督いろんな人に見てもらって、あの結構言われたらしいんですね、いろいろね。で、あのなんでタスカーかなんですけど、タスカーとは、ロシア語で憂鬱で、これね、憂秀で、憂鬱の鬱と、あの哀愁の秀なんで、まあまあちょっとあの、あのちょっと気持ちが落ち込んでるような感じの内容ですね。で、あるいは絶望などを意味するんだけども、その反対の意味として、郷愁とか憧れ、まだ見ぬものへの、魂の探求っていうような逆の意味もあるんですって。だからまあ要は今回の内容で言えば、まあ要は自殺をしたいと言っている男の人をまあ助けることになる、生きづらさを感じている、2人がいて、まあそれを助けるという、まあ要は死に向かう人と一緒に同じなんか目的を達成しようとすることによって別の側面が生まれてくるみたいな、あのそういうことが描かれているので、まあ助かるという言葉が、まあ、いいんじゃないかなということで鎌田監督が名付けられたみたいですね、はい、はい、ということなので、要は死にたい、それを助けたいっていう、結局ベクトルが同じ方向に行ってることによって、共同作業をしようとするから協力関係が生まれてきたり、なんか不思議と方向性が同じだと、なんかプラスのことやってんのかなみたいな感じなんですよ一生懸命ああじゃないかこうじゃないかみたいになるとね。だから、その不思議さがこの作品の中にあるっていうのを感じてもらえたら面白いんじゃないかなって、まあ、あのもう一つ、なんでロシア語なんていうことで言うと、まあ、ちらっと話には出てきましたけど、主人公がそのロシア人相手にあの電気屋さんをやってるっていうことなんですけど、あのこれね結構ね前からあったんですよ。その、ソ連が崩壊してからあのロシア領っていうのがすごいやっぱ貧しいということで、あの電化製品も当時なかったわけですよね、ソ連には。で今やものすごい経済が逆に上向きになったからいろんなものが手に入るようになったんだけど、それまでっていうのは日本の中古品が彼らにとっては新品っていうか最新の家電だったんですよ。でそういうのが日本国内でも売れなくなったやつとか、いらなくなってっていうものが高値で売れていったっていうことがあったんで、そういう商売をされる方が、まあ、あの北海道の方には結構いらっしゃったみたいなんですけど、あのそれがもう今や全然経済的にはあのそんなもの別にわざわざ中古品買わなくてもみたいな状況になってるんで、あのほとんどあんまりいい状況じゃないんですね、そういうお店やってらっしゃったと。まあまあそういうのが実は背景にちょっとあるんですけど、あの、鎌田監督のお友達の監督さんとかそれちゃんと描かないと、そのロシアのね、ロシアの経済状況と日本のその経済状況はみたいなことをいろいろ言われたりとか、あの前半ちょっとたるいんちゃうかって言われたりとか、いろいろされてらっしゃるそうです、はい、誰が言ってるかは言いません。何分の作品なんですか。時間はですね2時間、約2時間ですね、119分の作品です。まあ2時間なんですけど、淡々と描かれてるんですよ。で描写としても割と暗い感じの描写が多いのは確かなんですけど、でも最後はね決してね暗くは終わらないと僕は思ってます、はい。まあ、見る人によってはちょっと見方が違うかもしれないですけども、はい、ぜひ、まあ、フィルム作品でもありますからね、なかなか最近、まあ、ちょっと復活してきてはいるんですけど、はい、でも、なかなか珍しいフィルム作品でもありますよ。国内で生産されたフィルム作品ですから、ぜひ、見に行っていただきたいなと思います。はい、ということで、映画タスカの、鎌田、義孝監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、それでは行きましょう。あゆみ、はい、お店の方
の情報です、はい、はい、本日ですね、20日古山琴葉セレクション、はい、ファーストです。はい、こちら上演になります、はい、今日ですよ、はい、今日です、はい、古山さん来られます。はい、はい、僕は見てから長崎に行きます。そうですね、はい、はい、20日、21日、2日間の上演となっておりますので、ぜひぜひお越しください。スペシャルゲストも来るかもしれません。はい、はい、お時間が、20日の日が13時30分からと、18時30分の2回の上映で、21日が13時の回と17時の回、こちらも2回の上映となっております。ボタンの花とクルース橋間式弔いの果てを、はい、2本ね、見ていただいて、平山さんのトークショーもございますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、そしてですね、22日はカバの日です。はい、第4月曜日カバの日となっておりますので、はい、ぜひお越しくださいませ、うん。はい、こちら19時スタートになっておりまして、はい、1500円ですね、料金は1500円です。もう10月までなんで、どんどん皆さんまだ見てない方、はい、お越しくださいませ、はい、はい。そして24日、よしよ、はい、最後の日、最後です。あの、来てください皆さん、はい、はい、でラスト、を飾った後は、うん、みんなで大打ち上げ会をやりたいと思いますので、はい、ぜひですね、来ていただいて、終わってからも一緒に楽しんでいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、19時30分からスタートになっておりまして、はい、1000円プラスワンオーダーとなっております。はい、お越しくださいませ。お願いします。はい、はい、そして25日が、はい、木曜日が傘の下です。はい、はい、こちら傘の下、19時30分スタートで、料金1500円となっております。傘の下もね、あと、25日と6月の、1日で終わりとなっております。2回の上映となっておりますので、ぜひぜひこちらお越しくださいませ。はい、そして金曜日、取り残しティーです。はい、はい、こちらお時間が19時20分からとなっております。はい、はいはいはい、ちょっとね違うのでお気をつけください。料金が1000円プラスワンオーダーとなっております。はい、取り残しティー 40MP、はいはい、40mp ですね、はい、さんの原曲をもとに実写化された映画となっておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、そして27、28が昼山琴葉セレクションのセカンドです、はい、セカンドですね、はい、2回目となっております。うん、もうすぐに2回目来ました。はい、はい、料金が1500円でワンオーダーとなっております。お時間の方が27、28とも13時からと16時からと19時からとなっております。こちらね、平山さんはいらっしゃいませんが、うん、ちょっと特別な映像を上映するかな、うん、その日だけの、ね、映像がありますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、今夜は新宿で彼女はとリモート女子ドラマナイトヨーとラブアラート、はい、こちら3本連続で見ていただきますのでお越しください。まあ、詳しくはこの後で、はい、はい、そうですね、そうだそうだそうだな、あ、28日だな28日は絆王子と無限の一歩、はい、こちら上映になります。28日日曜日は朝ですね、はいはい、10時から開始になりまして、武田和明監督が来ます。お、武田君、はい、いらっしゃいます。はい、ので28日はね、なので、絆王子やってからこっちがある感じになってますので、はい、はい、の、上映もあってスペシャルになっておりますので、両方ぜひぜひお越しくださいませ。おい、はい、絆王子は、料金1500円で、アンダー22歳が、1200円となっております。はい、ぜひお越しください。はい、全てご予約お待ちしております。はい、以上です。はい、はい、では行きますよ。はい、今日のグッチョー、はい、ラブアラート2本ですね。はい、なんとこの作品あれですよね、はい、広山琴葉さんが監督やってる、ね、一応ね監督で、はい、監督プロデュースで、はい、関わっていて、でしかも出演されている、はい、そうですね、はい、ですね、はい、はい、本当にね、うん、あのコロナ禍の、うん、作品で、はい、まあ、4画面にこうね書かれていて、はい、っていうのをずっとそれ、うん、そのまま、上映されている、はいはい、形になります。でラブアラートの方も本当に3人がリモートやってて、うん、でもリモート会議をやっているような時間なので、はいはいはい、でそこから話の展開がいろいろあったりとかしていくお話、うん、両方ともされております、
リモート女子ドラマナイトヨーが50分の作品で、うん、まあ、緊急事態宣言中、うん、女4人ある満月の夜のお話、満月の夜っていうところがポイントなんですね。そうですね、はい、そういうふうな感じですね、はいはい、本当に女性4人集まったら大変なことになってると思います、うんうん、大変なことになってるんだそうです、はいはい、それがちょっと覗けるよっていう感じですね、うんうん、はい、男性諸君来い、はい、もう見物ですこれはね、はい、本当に美しい女性4人が、うん、語り尽くしてます多分、はいはい、なのでぜひぜひお越しくださいませ、はい、そしてラブアラートの方が、はい、本当にストーリー展開もね、面白くて、あらすじがある高級老人介護施設で働くスタッフたちの業務リモート化の果てに起こった悲劇っていう内容となってます、うんうん、悲劇なんですね、悲劇です、はいはい、悲しい方の悲劇となっております、はいはい、これ ね面白いのでぜひぜひ、さあどういうことになるんでしょう ね, ね、はいはいはい、これねラブアラートは13分なので、ね、短いんですよね、短いんです、短いですね、はい、めちゃめちゃ短くて、うん、はい、面白いのでぜひぜひ見てください、はいはい、まあ、なんとなくね、はい、13分だけに、はい、こう13分でどう落ち着けるのかって話、そうですね、ラブアラートね、はい、これあの、うん、安らぎの里っていう、ね、はい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 、ドラマ、あの石坂浩二さんとかがね、出たはずですよね、それのお昼にやってた、はい、それの役どころまんまで、はい、あのやってる、そうそうそう、はい、はい、お話となってるので、うん、ぜひぜひね、はい、本当にスピンオフみたいな、そうですそうです本当にあの風間縫い子役で、ね、はい、出てますので準、ね、レギュラーだったんですね、そうです、でそのままの役でやっておられます、ね、なるほど、なるほど、そう裏側ですよ、そう裏側ですよね、リモート化で業務なるほどね、の裏側が見れる、そうですよね、裏側が見れます、はい、まあ、あのじいさんはどうだかなんかいろいろ言ってるんですね、ちなみにその安らぎの里で石坂浩二さんがまあ主演っていう感じなのかな、八千草かおるさんとか出てらっしゃって、でその中でミッキーカーチスさんも出てはるんですよ、で、あのミッキーカーチスさんって実はあの落語家の本間門の真打ちなんですよ、ミッキーってなんたらっていう名前で、あのちゃんと男子師匠に入門されるんですよ、そうで講談も上がってはるっていうことで、でミッキーカーチスさんに実は広山さんはあの指示して入門して、で落語をあのやってはるんです、はい、でこの間東京行った時にそれをあのちょうどあのタイミングがあったんで見に行かせてもらったんですけど、はい、まあ、だからの安らぎの里でいろいろと、はい、ね、あのつながりがあったということですよね、うん、まあ、その中の一部がこのラブアラートになっているということですね、はい、はい、素敵な3本なので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、ということで、はい、これまた、27、28ですね、28です、はい、はいはい、やっておりますのでぜひお越しください、はい、はい、ということで今日のグッチャーイでした、はい、ということで、はい、エンディングでございます、はい、はい、もう後半ですよ、後半ですよ、20日ですから、はい、もうあと10日で、5月終わります、ね、6月に入ったらどうなんねやろうねって感じですけど、まあ、でも6月6月でまた楽しい企画がね、はい、待ってたりとかしますんで、はい、皆さん期待して、お持ちいただければなと思います、まだまだあの新しいまだ出してない情報もね、はい、たくさんありますから、この番組なり、もしくは月曜日にやっている、マテリアル通信なりで、はい、しっかり皆さん情報をチェックしていただければと思います、はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました、また来週。